さあ始まりました、カッサンチャンネルです。今日はですね、福岡、下道伝説、バイクを引き上げに行く旅のネームから行きます。今日はカッサンとですね、一緒に行ってくれるこの、メンバーをですね、ちょっと紹介したいと思います。僕はパワーマン、宇宙で一番面白いロボットだよ。はい、ということでね、彼とね、一緒に行こうと思うんで、よろしくお願いします。音楽はい、パワーマン、静かにしてください。さあ、それで行きましょう。さあ、始まりましたカッサンチャンネルです。今日からですね、大阪から福岡まで下道バイク引き上げ伝説行ってみたいと思います。まあ今回は群馬の時のような感じではなく、もうちょっとスケジュールに余裕を持った感じで行こうと思ってます。はい、いろんなとこに寄ったり、いろんなことをしたりしようと思ってます。こう日々の生活を奪われた身としてはですね、こう本来の動きができない身としては、まあ、逆にこの時間を有効利用しようかなと思ってます。はい、まあ多分同じような方もいるんちゃいますかね。いろんな人のですね、こうバイクをこう処分、カッサン来てくださいというこのまあお誘いに応えていくのがこの海運バイク何でも鑑定団ということですね。今回はなんと福岡に4台引き上げに行こうということで、ちょっとコロナでですね、うち親にも会えてないので、ちょっと早いんですけど、まあその母の日がですね、まあもうちょい先にあるということで、まあ、僕もバタバタし始めたらいつも会えないとかです。サロンと、ちょっとこれ読み方ちょっとわからないな。家の近くに新しいケーキ屋さん発見しました。イルバーンさん、ちょっと行ってみたいと思います。よいしょ、どれにしよっかな。これね、母の日カップ、いいですね、これね。じゃあ、はい、ニルバーナさんで買わせていただきました。171号線、KTM のバイク屋さんのところをスッと入ったところですね。はい、伊丹の稲市と KTM のところを左に入った。これもお母さんだけこれです。いちごのやつ、美味しそうでしょ。ね、これね、お母さんね、一つ食べてきんや、そこの自分が持ってきたの。いやいや、そう、このみんなの分、これ母の日セットでございます。まあ、なんでそういうこともね、するかっていうと、なんかやっぱ長旅じゃないですか、死ぬかもしれんでしょ、僕もう絶対安全に行けるっていう確証はないですからね、本当に。なんで僕も怖いんでね、自分にもし何かあった時に悔いが残らへんようにみたい な感覚はちょっとありますね。ナビの言うことがほんまに正しいかどうかね、微妙な時あるんですけどね。多分ね、わかる。いつも神戸の方に仕事に行くときにそっち行けっていう行き方やな。今、尼崩線なんですけど、まあ、いわゆるここが僕は小学校、中学校の時のこう、まあ、社交場やった泉谷ですね。泉谷の交差点です。ここでも尼崎の中学とですね、伊丹の中学の喧嘩があって、俺見に行って怒られましたよ、先生。また店ここ。鈴木。タカ懐かしい、あそこで鈴木のハイ買ったんですよ。あそこで鈴木のハイ買ったし、 FZR もあそこで買った。まだやっぱりバイク屋さんやってて嬉しかったですね。やっぱ潰れるとこ多いじゃないですか。いや、今のちょっと感激した。嘘でもなんでもなく、高オートセンターの前ってこの尼崩線でね、バイクじゃねえわ、車とか交通量めっちゃ多いじゃないですか。ほんで店長がほんまに気をつけて帰ってやって、納車の時に分かりましたって何回も言って、分かりましたって言ってアクセル開けたらウィーリーの状態でこの尼崩線に飛び出していって一発廃車になったバイクが当時はいっぱいあった言ってました。でもうちょっとこれまっすぐ行って尼崩線行くと、僕が当時高校出てフリーアルバイターしてた時の会社があるんですよ。天ヶ崎電子、通称天電で、もう今多分潰れてないと思うけど、天電
当時としては破格の時給1100円やったんですよ。でもそこで頑張って働いてね、アルマーニミッソーニベンチューリトラサルディ、そういう板カジの服買ってましたよ当時。ジーパン1本だけで2万円以上ですよ。そういうバブルの時代を生きてたんですよ。朝夜勤明けでみんなでゴルフ行ったりね、六甲行って山攻めに行ったりとかね。はい、じゃあこっから宝塚市です。宝塚市確か3つ、あ、これここ、この信号を左曲がったとこなんですよ。だからもうパチンコ屋なっとるねパチンコ屋なってるね。パチンコ屋なってるわ。はい、僕の青春のアマデンがパチンコ屋なってました。確か三菱の子会社やったんですよ。もうめちゃくちゃですよほんまに。僕はなんかの伝説の最中に、僕が肉屋さんでね、日高副店長にね、何の責任もないフリーアルバイターになりたいですたいみたいな話したでしょ。結構コメント欄で日高店長面白いですって言ってたと思うんですけど、もうあのアマデンもめちゃくちゃ面白いんですよ。ほんま面白いんですよ。もう全員仕事全くやる気なくて、確かね、こういう、こんな金属の素子みたいなのをチェックするんですけど、常温、高温で、超冷凍で、こう、検査するんですけど、もう、なんか、この端子でもう、なんか月に行くやつに入ってるから、みたいな話もあるにもかかわらずですね、もうなんか、半ば、チェックして、だいたいいけるやろ、オッケーオッケーみたいな。そのぐらいザルで、でもなんか仕事するよりも休憩時間が長いっていうか、よしもう休憩しようって言って、で休憩したらみんなで魂っていうゲームやった。魂ってみんな知らないのかな。要はおいちょ株みたいなやつなんですけど、なんか4のハートと1のハートが来たら魂なんじゃそれ。まあ何しかもう、まあ花札みたいなもんですよね。やってましたわ、もう。それでもう、ガンガン買った負けた、もう、現金でね。今から言うたら、まあもう時効ですからね、完全に。会社の中でも、社員とアルバイトの血で血を洗うですね。まあ、おいちょ株やってたっていうね、トランプで。そう。ほんでもう負けが込んだら、朝からモーニング行って、もう初代アラジン、1枚で目押しして、5000円出してすぐ換金して帰って4000円利益、それで負けた借金返すとかね、そういうヤクザみたいな。ちょっと雨の谷間で晴れてきました。今ね、宝塚からぐーっと上に上がってきて、なんだろう、ここね、神戸の方に向かって西に進んでるんですけど、夏にいろんな施設を回ってパフォーマンスしたんですけど、その時にですね、この辺りの施設来たんですよ。もうちょっと先かな。うん。子供たちに会っていきたいんですけどね、今コロナですからね。ようやくバイパスです。長かった。本当に。このバイパスから早いんですよ。だからまあ、行き方があると思うんですけど、高速道路をキャンセルして下道って設定するとこうなっちゃうんですよね。はい、ですね、今、IOE とかですね、もう兵庫県の端っこ、もうちょっとで岡山みたいな感じです。こういう疲れた時はですね、昭和の名曲ラジオから聞こえてきてますね。オンエアちょっとしましょうか。高尾さん最高ですね。これでいいよ。みんな見てくれてる？カッサンチャンネル。みんなが見てくれないと更新できないよ。
そうか、みんな一人一人人がみんな一人一人が見ることでそれが収益となり加算の運転資金になってること分かってるかな。だから面白いとか面白くないとかそんなことどうでもいい。基本的に動画を再生してコマーシャルを CM を飛ばさずに見てくれたらそれでいい。それでいいよってこと。はい、岡山着きました。岡山備前市を通り越しましたよ。ロボくん、ロボくん、岡山着いたね。岡山着いたね。僕はパワーマン、宇宙で一番面白いロボットだよ。なんかやってや。なんて。クイズ。50割る10はいくつですか？5。よくできました。そんだけかい。もう行く。こんなところ行きますか。どこにあんの？そう、ほんまに？ほんまに？完全に場所が野生味あふれてます。またこのパターンや。すれ違う時は退避する場所がまたある。いやもう昼までよかったよ。夜やったらめっちゃ怖い。大変じゃない？おお、山登る？山登っちゃう？目的地左側ですよ。あともうちょっと。大体何屋さんかすらもちょっと忘れたな。何の店やったかすらも。ここ？じゃあもう一個の。うなぎ？何これ？これ？これか。目的地は左側です。これです。お疲れ様でした。え、じゃあ目的地は左。え、これ、あ、これ、あ、これ、これ、これ、カバクロ総本舗。これカバクロ総本舗。これ、これ。さあやってきました、カバクロ総本店。めちゃくちゃなんかすごいとこじゃないですかね、え、ロボット君。ほら、あ、うなぎのお店。庭園とかもありますよ、庭園とかも。すごい。それでは行ってみたいと思います。あ、平日ランチやってる。3時まで。お得なランチ食べましょう。ね。失礼します。おぉ、すげえ、NSR や。わぁ、元コンポもある。わぁ、お店の前にさすがバイク好きな方がやってるだけ。僕はパワーマン、宇宙で一番面白いロボットだよ。お願いします。店長さんが NSR 乗ってる。乗ってます。88も乗ってます。何台あるんですか？今13台。13台。え、そう、ここにはないんですね。ここにはない。ここには、ここにはあの N5。 そうですね。これが名物の豚カバ重です。早速いただきたいと思います。まあ豚いただきたいと思います。初めて食べますからね。そう、食べたことないんで、ね、まずこんな感じで。うん、なんかね、香ばしい、焼いた香ばしさがすごい。めっちゃ美味しい。これは癖になりそう。あ、パワーマン美味しかったね。うん、惜しかった。どうもありがとうございました。すみません。ありがとうございます。カバクロ総本舗、しかもお土産までもらいました。お弁当までもらったね。え、僕食べたのはこのカバ重ですね。特選特上豚カバ重。パワーマン、宇宙で一番面白いロボットだよ。はいはい。おお、すごい。これ117クーペです。117クーペ。パワーマンと117クーペ。失礼します。
うわコスモスポーツや、パワーマンコスモスポーツやで。あしています。現在募集しているコーナーは3つです。1つ目はカッサンバイクの部屋。カッサンバイクの部屋では自慢の愛車で出演してくれる方、レア車、旧車、随時募集しております。2つ目はカッサンに動画で取材してほしい商品、店舗、イベント、こちらも随時募集しております。お気軽にお問い合わせください。最後にご不要になったバイクがございましたらバイクショップ MDF にお任せください。無料で引き取りさせていただきます。詳しくは番組最後のメールまでお問い合わせください。カッサンチャンネルを皆さんで盛り上げていきましょう。
以上、アシスタント若葉でした。